いらっしゃっていただくお客様に、施術で結果が出るのはもちろんなんですけれども、心の部分でも健康になっていただいて、心身ともに健康で美しくなっていただけたらと思っております。弊社はエステサロン、リラクゼーション&ビューティーサロンを経営しております。お客様に寄り添った、施術接客っていうのを心がけておりまして、まずお客様のなりたい姿っていうのをしっかりとカウンセリングをしていく、ヒアリングをしていくというところから始めております。商標登録を取得している、メソッドなんですけれども、一言で言うと、肩こり、疲れも取れてボディラインが整うという、完全オリジナルのもので、深層筋からアプローチをかけていく施術になります。私がいろんなサロンに受けに行ったりですとかっていう風にしている中で、一度に痩せて綺麗になって肩こりも楽になるという施術があればいいのになっていうところからスタートしております。お客様の一人一人の体に合わせたオーダーメイドのケアができるっていうところはすごいかなり強いのかなと思います。このコース一つではなく、今日来た時の体の状態に合わせて、じゃあこれをやりましょう、こういうケアにしていきましょうっていう、その方の本当にオーダーメイドのコースを決められるっていうのが一番強いかなと思います。お客様が思った以上の結果を出すっていうところはもちろんなんですけれども、私はなんて言うんですかね、来た方が癒される、その方が今日来て、ああよかった、今日一日が幸せになったって思っていただけるような、やっぱり接客ですね、体だけじゃなくて心も癒せるような接客をいつも意識してやっております。社訓にあるんですけども、その幸せのスパイラルですね、スタッフが幸せになることによって心が豊かになって、お客様により良いサービスを提供することができる、でお客様もそちらに喜んでいただいて、こちらに還元していただくっていう幸せのスパイラルっていう思想がすごい素敵だなって思ったのと、それを実現しようとしているっていうところで、それが一番会社の魅力かなと思います。働いているスタッフが幸せであるからこそ、お客様にも 100% 愛情を持って施術接客が提供できると思っております。来店していただいたお客様が施術で結果が出ることはもちろんなんですけれども、その他にも心がこう温まった、綺麗になったとかって、少しでも幸せになっていただけると、ギスギスした状態の時よりも周りの方へ与える影響っていうのは変わってくると思ってるんです。でその周りの方へ影響、いい影響を与えていくと、その周りの方もまたさらに他の方にいい影響を与えていくんじゃないかなと思っておりますので、そういったことを幸せな循環というふうにさせていただいております。今うちに応募が来る方が40、50代の未経験者の方が多かったりしておりまして、どうしても未経験で 40、50代の方っていうのは受け入れられない環境ではあります。なのでそういう方に、スクールにまず入っていただいて、で、いつでも現場で働けるスキルと能力身につけていただきたいなと思って、スクールの授業っていうのを行っていきたいと思っております。美容業界をやったことがない方でも参入しやすいのかなというふうに思っております。